はい、どうも、羽島清志郎です。ビッグマムの情報出ましたね。まあ、誰かがね、やってくれたんです。まあ、俺に向けてじゃなくて、まあ、ツイッターでね。まあ、ビッグマムの性能っていうのを見たんですけど、まあ、面白い性能だけど、やっぱり、これがビッグマムかみたいな。じゃあ、絶対、なんか、ダメだよね。なんか、ギャグみたいなやつだよね。まあ、これで、ね、トレジャーマップが簡単なら、俺はいいよ。めちゃくちゃ楽にこれが手に入るんだったらいいけど、結構きついな、俺は。これはきついと思う。これで回んのかって言って、その日常におけるこれって絶対使わねえから。まあ、マムが、まあ、もしかして、打突とか射撃だったら、俺は使うかもしれない。ワンチャンね。それだったら、おお、運営優しいなとなるけど、そうじゃなかったらもうマジで意味わかんない、俺は。強靭タイプ。すごい喧嘩売ってんね、これね。 いやー、強靭タイプってね、まあ確かに強靭だけどさ、それはカイドウにとっときよって思うけど、まあ多分、まあ、この性能を見た限り、まあ面白いっすよ。すごい挑戦的ですけど、なんかね、面白いんだけどね。面白い性能ではあるけど、使うかって言われたら使わないよね。こんなに盛り上げといてこれみたいなのありますけど、でも属性ダメージ9倍っていうのは結構恐ろしいもんだとは思うんですけど。だから属性がハマれば18倍ってことですからね。いつもの2倍ボーナスでやれば、みたいな。強いかって。で、まあ、1ミリの攻撃力2倍っていうのをさ、って思っちゃうよね。ここ1ミリの攻撃力2.75倍くらい欲しかった。なんなら3倍。2倍って何って、そこだよね。その2.75は欲しいよ、さすがに。なんか強靭タイプを直接強化する船長、いたか、ルフィか、クソがよ。なんかちょっとキレてるけど、今、斬撃パ、自由パ、自由強靭、だから、まあ、強靭が出てきて、野心パが出てて、属性パが2つか、で、博識パ、みたいな感じですね。でも、はっきり言ってね、あんまり強くないよな。なんかもうもっとすごい、うおーみたいなのが欲しいよね。すごい、なんか調子乗ってるわけじゃないけど、すごい、調子のいいこと言ってるのはわかるけど、なんかね、ビッグマムでこれって確かに面白い性能だとは思うけど、属性ダメージっていうのはね、なんか、ひどいなって思う。もう1ミリの必殺技ダメージを3倍くらいに、その割合ダメージとかを除いた、その無属性、力属、力心、あ、違う、力心って、力即技、心地の必殺技ダメージ、あと無属性のダメージをその3倍にしてくれるんだったらいいけど、属性ダメージ3倍にしたところで何も強くないし、残念ながらね。な、制限が厳しすぎんだよな、キット。よくよく見たら、キットってなんかさ、打突もしくは射撃パでしょ。で、打突と射撃パでさ、なんかできるかって、まあ射撃バギーだね。バギーのパーティーでは使えるけど、まあバギーのパーティーでも結構すごいね。サボとバギー、サボとキットが使えるから、まあそこそこのダメージ量にはなるけど、まあ、悲しい結果にはなるよね。だから200万くらいの敵でも倒せるようにはなるってことだから。一応ね、多分打突射撃だよね。射撃野心だよね。これな、進化後はなんか違うタイプとか入ってたらすげえ嫌がらせだけどね。でも多分、射撃野心だと思う。お、射撃野心。いいっすね。グッと。まあ、これはわざとだと思うけど、
まあ、打突射撃タイプのみに350倍の効果、まあ、350倍ダメージを後から付与するみたいな。ターン終了時、結構ターン終了時って結構きついけど、船長が打突か射撃タイプキャラの時に2ターンの間でターン終了時、で打突射撃タイプキャラの必殺ターンを2短縮しみたいな。短縮要因としても使えると思うんですよね。だから高速周回するときとかすごいと思う、俺は。多分限界突破11ターンだった気がするかな。限界突破で、うわーってできるの11ターンだった気がするから、4ターンでしょ？ 11 ターンで4ターンか。4ターン。13、14。ああ。船を、あれだね、なんか、何船だろうな。黒ひげ船に乗れば、1短縮される。ああ、でも、力即技にすればいいのか。力即技のカラスに乗れば、1短縮で即時発動できると。で、即時発動できると、まあ、4ターン短縮できる、一味が。そんな強くないな。まあ最初から7ターンと。そんな強くないな。今思ったけど。そんな強くなくない？よくよく思ったら。そんな強くない？14だから結構軽いから、まあもう一回ボス戦で発動することもできるわけでしょ。そんな使わなくていいだろ、そんな。なんで両船長にしようとする？でもなんか、いいと思いますね。2短縮って結構ありがたかったりするんで、なんかもう2引き、あの必殺ターン引き戻し。巻き戻しか。巻き戻しされた時って、あ、無理ですからね。巻き戻しされたらもうどうしようもないですから。巻き戻しでね。巻き戻し2ターンされたらね、どうしようもないから、それで2で。まあ、特定のね、上下段、もしくは、中段右以外、必殺に巻き戻しとか、そういう特殊なケースだった場合には使えるよね。限界突破もなんかあるのかな？必殺巻き戻し、もしくは必殺封じ完全解除みたいなのあるかな？ないですね。なんかクソみたいな繊維効果だな。打突タイプキャラの基礎攻撃力30。久々に見たらこんなクソ繊維解放。繊維能力。ゴミみてえだな。びっくりした。何この。ゴミ繊維効果じゃん。何これ、やばくね？いや、びっくりしたわ。ゴミすぎて。すごいね。口悪いけど、ゴミだろ、こんな。繊維効果何に使うんだよ。 めちゃくちゃ切れてるけど。ユスタスキットは必殺技すげえ強いと思う。2ターンの間で、まずほぼ3ターンで、700倍ダメージ、700倍技属性ダメージなんで、まあ、単体では誰よりも高い攻撃力。モリアでも350倍だっけな。いや、モリアまあまあすごい高いですよね。でも、まあ、コストも40ですから、40だよね。40だ。なんかちょっと意地悪して44とかにしてたらね、意味はないけど。でもね、いやー、でもなんか、まあ、ビッグマムの話だったね。ビッグマム強いか、あれ。全然強くないよな。属性ダメージなんてめったに使わないし、一味の攻撃2倍って、お前、ジャモンに負けてるじゃねえかよって。やばくないって話じゃん、攻撃倍率。道中一味攻撃2倍で倒せんの？倒せねえよな。なんか、はっきり言って微妙だよね。まあ割合ダメージも10%。
ですけど。まあ、ビッグマム今回はなんかギャグ要因みたいな必殺技ちょっと見てみるか。なんか、でも多分なんか属性系でもなんか強いのいいんだろうね。ちょっと絞り込み検索してみるか。必殺技全体割合多段じゃなくて普通に10万以上の全体ダメージを出したときに、はいはいはい、あーローだね。ロー超進化ローは多分あれ心属性に、40万くらいダメージ与えられるから9倍で、駆使30、360万ダメージか。地属性に対して360万、普通の敵に対して160万。あ、強いね、防御を無視して、うん、そうすれば180万ダメージ、むちゃくちゃ強いね。どんなやつでもどんなやつにでも160万ダメージ与えられるっていう強さ。あ、ルッチか。あ、そうだ、ルッチもいた。最近属性ダメージ増えてんだね、意外に。一点属性が増えてんね。これが系譜だったのか。あー、すごい。そうだ、基礎攻撃力100してくれるから、300か、300平国ね、300プラスして1874 かけ、200倍、これコール属性だった時で、これを9倍することによって300万ダメージが出ると。属性10万以上の全体ダメージは絶対無属性なんですよね、これ大体が。絶対とは言わないけどほぼ無属性だから意味は特にないですね。あー、ないねー。あ、シャンクスは心なんでこれで35倍で10万ダメージなんだろうな、意味わかんねえな。でもなかなかいないね。あ、超進化したらダメだね、シャンクスは。ションクスって1600か、1600かける、まあ70はかけ9は、あ、地属性が全体にいても100万ダメージか、すごいけど、もしくはそんなね、すごく地属性いるわけ、いたーみたいなのが起きるかもしれないからね。そんなことが起きるかもしれない。まあそんな感じだね、うん。まあこれから多分属性ダメージで強いやつが増えていくんだろうけど、もしキットがね使えてたらっていうのを考えると、ビッグマムの進化前はなんか、でもまあまあ強いとは思うけど、
いやでもなんか、まあスキルが、まあ、スロット影響3倍、お邪魔含め、1味の全ての有利効果を打ち消して、全てのスロットを G スロットにして、さらに、だから、そしてスロット影響3倍、攻撃力、属性相性を1.25倍。すごい運営嫌がらせしてくるよね。1.25倍っていうね、少し大きくするって。少し大きいわけねえだろかって、ビッグマムが。なんかね、スロット影響3倍っていうのはすごいけど、なんかね、自身の攻撃力くらい5倍にしてもいいのにな。そういうもんですよ。まあ来年かな、ビッグマムたちが全員一式でんの。まあ原作ネタバレになるけど、まああれだもんな、多分正月あたりに、正月か年末スゴフェスとかにあれだろうね。クラッカー出ないっておかしいよね。クラッカー寿命短すぎるよな、あいつ。いつ出んだろう。でもなんか、今回のトレジャーマップ、スゴフェスみたいな、なんかね、あんまり後から予想が当たったっていうのは言いたくないけど、でも最初はなんかね、トレジャー系だと思ってる。なぜか宝箱、ゴールド、経験値、3倍みたいな。まあ、宝箱はなんか、2つ入手みたいな、そういう、なんか、面白いのかなって思ってたら、まあ面白いっちゃ面白いけど、いらないよね、はっきり言って。あんな使いどころないから、なんかギャグだよね。ギャグに滑ったっていうのは強い、やっぱり。でもよくよく考えたら、ビッグマム強えのは、やっぱビッグマムのスキルやっぱ異常だ、今思ったけど。あれやべえよ。青生地でうまく利用すれば、属性相性だけ一旦剥がせるわけじゃん。スロット影響攻撃力は引き継ぎになっちゃうけど、スロット影響3倍を残したまま、属性相性を1.75倍にすることはできるわけじゃん。それ面白いな。それ面白いね。でもこれなんか修正されるんじゃない？ だからビッグマムで、ビッグマムを発動して、青生地を発動して1ターン経って、そしたら1、2ターン目には少し大きくなる属性相性効果がなくなるから、まあそこにルフィ、普通の属性相性ルフィを入れ込めば打ち消さないからいいよねっていう。で、それで火力が、まあ難しいけど、防御ダウン時とかいろいろ合わせたら、まあその火力だけの、そのエンハンス火力だけの話だから、×1.75 は、すごいね。25×は、×属性相性、あいつ博識だよな。いやでも、できそうだな。あいつ絶対博識だ。やろうと思えばできるな。ひな多分博識だよな、あいつ。あいつって言っちゃダメだよさ、あんまり。ひな。風邪ひいた。ひな博識かな？はい、ダメでした。博識じゃない、格闘打突でした。かける1.7、まあ2.25かけるは、かける1.75は、かける1.75はフルエンハンス、博識タイプでフルエンハンスかけたら、2.25かけ2.25かけ1.75かけ1.75、それなんだろう、エンハンス、
だけで見たらなるけど、まあうまくいけば 3×1.25 は ×1.75 は ×1.75 は、うん、何を考えてたこれ、まあ、2.25×2 で 3×1.25 は ×1.25 は 1.25 かけは ×3 は 4.6875、 うん、あーすごいな、結構やばいねビッグマム。一人で出せたわけでしょ、その火力、そのスキルを発動するだけで、でそういうことでしょ。でこれで G スロットを変換するやつといえばあれだよね、シュガーでもいいし、金獅子の式も多分 G スロット変換できるから、それでまた揃えちゃったら強いね。一旦の間もう2人だけで 4.6 倍だよね。それもスロットも全スロット、全スロ1かつ、あでも強靭波だった、あー入れられなかった、クソだよ、あー噛み合わねえな。強靭で G スロ変換って多分いないんだよな。いないんだよ。強靭タイプはね、G スロット変換いないんだよな。いや、でもいるよな。絶対いるよ。うん。俺はわかんないんだけどね。変換対象して、G スロット。なんだ。G スロットを、ウルージがいた。ウルージだ。やった。ウルージがやっといましたね。ウルージ強靭タイプかつ、G スロットを持続性変換できます。はい。ね、で、なんか、ね、G スロットを持続性に変換し、属性相性、1ミの属性相性を2倍にするみたいな。片栗さんのトレジャーマップバージョンみたいなのが出たら強いですけどね。ビッグマムとめちゃくちゃ相性いいみたいな、それ出たらいいよな。片栗出たらなんだろうな、今のところ。いや漫画回せるとジェリービーンズで射撃タイプでしょ、でまあ漫画とか合わせて格闘でしょ、打突でしょ、で斬撃も入ってる、射撃も入ってる。で多分野心タイプでもあり白色タイプでもある、自由タイプではないな。うん。野心、白色、あとなんだっけ。野心、あ、やばい、一つ忘れた。あ、やっぱ強靭か。片栗強靭か？でも強靭じゃないと思うんだよな、あれは。もちもちの皆だけで、強靭タイプではない。6タイプくらい当てはまんじゃん。まあ、それ言ったら当てはまるか。でも片栗いいね、キャラ出しやすいじゃん。打突タイプも出せるわけでしょ。なんかジェリービーンズ飛ばすやつなんて、あれ配布キャラみたいなので出しちゃえばさ、また一人出せるし、ジェリービーンズでやるのだってさ、なんかの副技に出せばいいし、本気の時は格闘タイプ、打突タイプとかやればいいし、斬撃タイプだって出せるし、だから片栗強すぎじゃね。でもほぼ打突なんだけど、技的に斬撃だから打突斬撃も出るかもしれないけど、まあ、格闘打突とかそこら辺かな。でも片栗出るならなんだろうな、色的には力属性かな、地属性だと思うな俺は。スネークマンは多分絶対即属性じゃん、出るとしたら。ネタバレになるけどね、スネークマン絶対即属性だからなんだろうな、出るとしたら即属性の技属性。あーでも技属性もありだな多分。でも俺技属性絶対俺あれ来ると思うんだよな。
強いよ。やっぱ一人でその 4.6 倍エンハンス、そしてお邪魔含め G スロ変換ってむちゃくちゃ強いと思うよね。船員で入れたいし、あれだね、なんかもう道中はそいつでいいみたいな袋あるじゃん。だって4.6倍エンハンスってよっぽどですからね。俺がやってるやつで6倍か。たまに6倍だけど、いつもは3.5倍、2.75のチェーンケース固定でしょ。でもいいね、ビッグマン。あ、でも新キャラクター G スロット変換あるかな。そうだ、ビッグマムの繊維効果って何だろうね。繊維効果見てないな。繊維効果、まあでもビッグマム俺やっぱ強いよな、よくよく考えたら。一人でそんなエンハンスできるやつっていないもん。キャベンディッシュだって3倍エンハンスでしょ？全部合計で1.75、1.7、3点何倍エンハンス？だから、ちょっと計算するわ。3.625倍エンハンスですね。一人で出しても。で、フリスロット変換なんで。まあ条件があった時には全スロ一致はできますけども、まあ今回のは強いですから。じゃあもし仮にできたとして、そんな条件が揃った時に、キャベンディッシュが出る火力がまあ3倍かける、まあ6倍ですよね。で、まああれです、もしフリスロット全部フリスロット変換された時には持続性スロット変換にできて、6倍、スロット影響もいろいろあるのか。でもスロット影響3倍ってなんか結構害悪だよな、ぶっちゃけ。でもこれって何がやべえかっていうとさ、この強さも基準になってくるよっていうのなんじゃないの、スロット影響3倍って。4コア格が違うから、これからインフレしていくぞっていう始まりなのかもしれないな。それやべえわ、やば、それはさすがにやばい。ちょっとへこってる。スロット揃った時も考えていって、それだとちょっと計算おかしくなるけど、まあ三角、まあ、計算とかの話よくわかんないけど、かける1.5は7倍ですね。なんで1倍多いっていう表現は正しくないけど、まあ、7倍ですので、まあこれは多分ダメージ計算方法として合ってないけど、まあ、10万ダメージが60万ダメージになって70万ダメージになるみたいな。いや、まあ全然違うんですけどね、いろいろおかしいんですけど、まあそれを一人で絶対にできちゃうビッグマムで、意外に G スロットって不利扱いされないんですよ、今思ったら。ペドロもやってたのはね、あれですよね、ペドロもあれ、ペドロ、俺何言ってんだ。まあすごいよって話ですね。G スロットはすごい。あ、ペドロじゃない。キッドだった。ごめんなさい。ペドロの場合は、まあ、コルシアンペドロは、錬肉以外不利扱い。で、
エコバのキットは多分ね、属性スロットと錬肉スロットだった気がする。で、これ持っていくと今度はキット周回に刺さるじゃん。やばくない？で、これを、で、多分、あと、俺の注文は、ビッグマムのステータスむちゃくちゃ高くしてほしい。俺それ低くするんだったらさすがになんか、クソみたいな思うんだと思う。さすがにステータスは回復力犠牲にしてもいいから、まあそれじゃあ戦長効果と矛盾してるけど、強くしてほしいよね、ぶっちゃけ。強くしてほしいな、俺はそう思いますよ。まあ何がともあれグッドラックということで。いやーでも強いよな。まあもう特にね、喋りすぎた。やっぱトリクルって楽しい。喋るの楽しい。勝った。おしまい。あ、押してなかった。